皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、正の数負の数の18回目、今回は表を使った正の数負の数の利用の問題、これを3問解いていきます。では四角1です。ある5人の班の漢字テストの結果を表にしました。これが表ですね。 A さん、 B さん、 C さん、 D さん、 E さん、この5人テストの点は7点、10点、8点、6点、5点です。そしてその下に基準との差とこうあります。括弧1、表の一番下は C さんを基準にした時の基準との差が入ります。空章を埋めましょうと、こういう問題ですね。 C さんの点数8点ですね。8点を基準0として、その8点より点数が高かったら正の数プラスをつけて表し、低かったら負の数マイナスをつけて表すと、こうなりますね。 A さんの点は7点です。 C さんより1点低いので、ここはマイナス1になります。 B さんは10点、 C さんより2点高いですね。ですからプラス2とこうなります。 D さんは6点、 C さんより2点低いので、ここマイナス2です。 E さんは5点、3点低いですよね。ですからここマイナス3と、このように数が入るわけですね。では括弧2です。基準との差を使って5人の平均点を求めましょう、こういう問題ですね。平均というのはこの合計を出して、合計をその人数で割ります。ですからまず基準との差を、これを使って合計を出していきます。マイナス1足すプラス2足す0足すマイナス2足すマイナス3、こうなりますね。これ負の数を前に持ってきましょうか。マイナス1足すマイナス2足すマイナス3、もう0は抜かしますね。足すプラス2とこうなります。これ前がマイナス6で後ろはプラス2ですかね。ですからマイナス6足す2となって、答えマイナス4と。5人の合計、この基準との差を使って表すとマイナス4になりました。これは合計ですから、これを人数の5で割ります。つまりマイナス4割る5、これを計算するとマイナス 0.8。 このマイナス 0.8 というのは基準より 0.8 点低いという意味なので、この C さんの点8から8引く 0.8 を計算して 7.2 となるので、この平均点は 7.2 点と、このように計算できます。では次に移ります。四角2です。下の表は A 中学校の図書館で貸し出した本の冊数をまとめたものです。これがそうですね。一番上が曜日、月火水木金とあって、次が本の貸し出した冊数60とあって、あとが空欄になっています。でその下に前日との差と、ね、こうありますね。そしてそこにマイナス2プラス5マイナス1プラス8と、こうなっています。これちょっと気をつけなきゃいけないのは、基準となるのが前日になっていて、ここの数が書いてあるということです。ですから火曜日は月曜日より2冊少なかったと、水曜日のプラス5というのは火曜日より5冊多かったと、ね、前の日よりいくつ多かったか少なかったかというのを書いてあるね、ある基準が決まっているんじゃなくて前日が基準になっていると、このことに気をつけてください。カッコ1、表の空欄を埋めましょうと、ここでは月曜日60冊、火曜日はマイナス2とあるので、この60冊より2冊少ない58
これがあります。水曜日はプラス5というのはこの火曜日の58より5冊多いということなので、これ 58+5 で63と。木曜日はマイナス1、水曜日より1冊少ないので63-1で62と。で金曜日はプラス8、木曜日より8冊多いということですね。62+8をやると70。このように空欄を埋めることができました。もしここで平均を求めなさいという問題があったら、この60、58、63、62、70を足して、曜日の数5ですね、5で割れば平均は出ます。では四角さんに入ります。四角さん、 K さんはある月の1日から5日までの気温を調べ、25を基準に、表にしました。ちょっとこすれちゃってね、ここちょっと消えちゃってますけどね。ここに日付があって、1日、2日、3日、4日、5日とで、25度との差ね、マイナス4、0、プラス3、マイナス1、プラス6となっています。1日はマイナス4となるので、25度 C より4度低かったと、つまり21度だったということですね。じゃあ括弧1です。気温が最も高かった日と低かった日の差は何度 C ですかと。こう表を見て、一番低かった日1日これはマイナス4になっていますよね。で高かったのは5日目でプラス6になっています。差を求めるときには引き算でしたね。大きい方から小さい方を引きます。それは正の数、負の数でも同じです。ですから一番大きいプラス6、プラス6引くマイナス4、このようにしてください。よくある間違いがプラス6引く4ってやっちゃうんですよ。これは間違っていますね。必ずこのマイナス4を括弧に入れて引き算にしてください。でここを不毛解無で6足す4となるので、ね、10となって、差は10度 C とこうなります。これなかなかねイメージができない人は数直線で考えてください。で数直線をここに書きましょう。で0を基準にして、まずマイナス4ですね、1234、もうマイナス5としますね。マイナス4ここですよね。そしてプラス6は1235プラス5で6だからここですね。じゃあここからここまでね、こうメモリを読めばいいんですね。そうすると10ありますから、やはり10度 C とこうなるわけです。この表から分かりづらい人ね、このように数直線で考えるとよく理解できると思います。括弧に5日間の気温の平均を求めましょう。もちろんこの差を使って、やります。合計を出します。ここに書いてある数字を全部出します。マイナス4足す0足す3足すマイナス1足す6と、ね、こうやりますね。もちろんマイナス4足す0足す3引く1足す6とこうやっても構いません。これを計算すると、これマイナス4とマイナス1でマイナス5ですね。負の方はマイナス5で、正の方は3と6で9ですね。9から5を引くと4ですね。で合計は4、ね、5日間で合計4ですから、を消しますね。これ合計を日数で割ります。つまり4÷5 0.8 になります。この 0.8 というのは基準の25度 C より0.8度 C 高いということなので、25+0.8 を計算して 25.8 となるので、答えは 25.8°C。このように平均を求めることができます。今回は正の数と負の数の利用として表を使った
問題3問解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。